皆さん、こんにちは。夢幻のごとく、続きから始めていきたいと思います。前回は、織田の東方進出を阻止し、足名家を滅ぼすところまでやりました。現在の兵数を確認します。こちらの真田家は約5万。対する織田家は約25万。大丈夫なのでしょうか？前回のコメントで教えていただきましたが、戦国伝なしでも、条件を満たせば、総武事例を使えるということなので、総武事例を使った早期決着バージョンと、織田家と真っ向勝負して、全国統一を目指すバージョン、その2通りをどこかで分岐させて、両方見てもらえるように動画を作っていこうと思います。あと編集に関してですが、前回までで、織田家に対抗するための、一番大事な部分と思っていた、東方進出を阻止することができ、今回から、戦いが兵同士ぶつかるだけっていうのが多くなるので、カット多めでいこうと思います。では、始めていきます。1584年9月、政策を増やすよ。一気に敵の城を落とすことになるので、民中回復重視で、自社保護にしたよ。現在の政策は、灌漑整備、天馬制、自社保護です。そして、伊達家は、雪村、信行、吉重、勝頼を主力にし、本格的な進攻を開始。10月には上杉家へ、春日山城の正幸を主力にし、向かわせる。そして、1584年12月、米沢城付近で飛び出している正宗軍を、雪村、信行、勝頼軍で攻撃。兵力差で伊達軍を各所にて撃破。1585年1月、織田家の信用が100になったので婚姻を結びます。織田家に姫がいる模様。お市の方ですか。頼康さんと一緒にするのは、なぜか悔しいですが、仕方ない。そして、1585年2月。伊達家の米沢城が落城。最上義明軍2600が停戦中なのに、伊達に援軍を呼ばれたのか、ふらふらしてました。そして、山形城への帰還中に停戦切れ。逃がさないように布陣します。そして、その月。虫の息だった上杉家が滅亡。正幸はそのまま、最上家の山形城攻略に向かわせます。そして、最上義明軍との戦い。義明殺しの異名を持つ雪村が、討ち取ってしまわないか心配してます。1585年3月、義明軍を米沢城へ押し込んで四方から攻撃。ついに義明軍、壊滅。義明は無事に逃げ延びた模様。このまま山形城を攻略し、最上家を弱らせてから、西方に目を向けることにします。1585年5月。政策、所領安堵を実施。民中を上げることで、少しでも兵力を増やしていきます。そして、その月。伊達家、滅亡。1585年7月。最上家の山形城、落城。ここまでしておけば、東北は配下軍団が、ある程度はやってくれるはず。1585年8月。
協力し合い、信頼関係を培ってきた、北条家との同盟をすることになります。北条家は、一年後には、織田、徳川との同盟が切れるので、喜んで、こちらと同盟するでしょう。そして徳川討伐のため、領内を通ることも許してもらってます。九州の勢力の状態を見ています。どの勢力も、全く関係ない距離にいるのに、こちらの裏切りを警戒してる模様。ひどい話です。1585年8月、真田軍が北条家の領内を通過。9月、1年前と比べると、織田家は本城を7つ増やしてますね。兵は約7万増えてます。対する真田家の兵は約10万。約3倍の兵力差があります。織田家は四国を制圧して、ここからどのくらいのスピードで、九州を制圧するのか、かなり気になります。では、進めていきます。北条家の領地を通らせてもらってます。そして、1585年12月、腹に据えかねることが起きたので、北条家に使者を送りました。書状の中身は、北条家が再建したという寺にある金。それに書かれた名が気に食わない。同盟は破棄するという内容。真田軍は転進、北条家の城を目指すことになります。敵将、捕獲しました。今回の北条攻めは、前回と違い、北条家がすでに里見家の所領を持ち、さらに上杉攻めに兵を割いていないということもあり、かなり厳しい戦いになりました。早く城を落とさないと、携帯してる米が切れてしまう。これなら普通に正面からぶつかった方が早かったかもしれない。1586年2月、小田原城を守るのか、北条いじてる。負ける気がしないな。三輪城を守るのか、北条綱重です。春日山城から正幸率いる約5千の兵が、三輪城に到着。北条領の北側にある城は、落とせそうですが、南側はボロボロです。そして、1586年3月、苦戦しつつも、じりじりと城を奪い始めます。ここで、本城である川越城が降伏。しかし、至る所で兵糧が切れ始めます。韮山城を落としきれず、部隊は壊滅。南の本城はどこも落とせなさそう。ご詰めを送ろうにも米自体が少なくなってきました。1586年4月、正幸が三輪城を攻略。三輪城を攻略問題の小田原城、そこには敵の援軍も向かってきてます。米がない。助け立ちいたす。逃げ道などないぞ。立山城は、辛くも落とせそうな感じになってきました。問題の小田原城は、さすがに苦しそう。ここで立山城が落城。久留里城や万里城を攻めてた部隊は壊滅してます。小田原城を攻略してた雪村らは、退却することにしました。戻っても米がないので補給はできません。入城させるだけになります。本城の兵をここで無駄にするわけにはいかないので、仕方ない。1586年6月、現在の本拠、大田原城から、
遊機場に変えます。これで上田城の兵大助政さん4800が使えます。黒人衆のおかげで米を手に入れました。正幸の加勢により下からじわじわ城を落とすことができ、北条家もだいぶ弱っています。我らに撃てぬ敵はありません。小田原城に向かってる4400の兵が正幸の部隊。さすがに北条家も抵抗する力はない模様。1586年7月、織田家と北条家の同盟期限が切れました。援軍予防かなと思ったけど、もう少し様子見ることにしました。富士吉田城には雪村に市場の兵を持たせ向かわせてます。そして小田原城を安全に包囲できる状態になりました。織田軍がやはり富士吉田城を取りに来てます。援軍を呼んで織田には取らせないようにしておきます。1586年8月、ついに小田原城を攻略。我らに勝てると思っているのか、敵将。我らが負けるなどありえん。1586年9月、北条攻めはかなり下りました。予定ではここで滅んでるはずだったのですが、そして兵数を見ています。前回の収穫から1年、織田家の兵数が一気に増えてます。真田家は18万、織田家は46万、九州はまだ残ってますね。でも市場が落ちてます。一気に飲み込まれそう。そして信長の特性がどうなっているのか気になります。詳しいことは何もわかりません。コメントで見たのですが、創造という特性がどういうものなのか、信長の野望、その野望は果てしない。 S ランクだけど説明文からどういうものか想像できない。まだ創造は覚えていないようですね。あと信長の寿命ですが、本能寺の変で死なないとなるといつ死んじゃうんだろう。寿命なしに変えようとしましたが、もう変更は効かないようです。死なないうちに決戦をしたいので頑張ってほしい。そして動画の方ですが、この辺りで話は分岐することになりそうです。次回はおまけの方、総武事例を使ってのクリアまでをダイジェスト版で作る予定。クリアできるか今のところ未知数ではありますが、1588年代にはクリアできると見ています。ということで、今回はここで終わりにします。またねー。